はい、こんばんは、うさです。今夜始めていくのはこちら、ドラゴンクエスト10オンラインから、はい、第7回のアストルティアカップスライムレース。私ね、これあのスライムがむちゃくちゃ可愛いので大好きなんですけど、もうド下手くそなんですよね。こういうね、なんだろう、育成自体は好きなんですけれども、まあ下手の横好きってのもあって意外とやるんですけども、ことレースとかに関しては、ね、こういうなんだろう、後出しじゃんけん的な感じでやれるものでもちょっとね苦手だったりするんですね。駆け引きとかが苦手なので、でもまあなんとか頑張って育てたいなと思っておりまして、はい、やってまいりました。ちょっと間に合うかどうかわかんないんだけど、このね、仕草書アコーディオン、アコーディオンだよね。はい、ここら辺とかとスタンプぐらいは取っておきたいな。あ、これも可愛いね。マフも可愛いね。はい、全部可愛いよ。ということで、まあ、スライムシール、これ、ほっぺに貼れるやつか。モンジ。はい。とりあえず、頑張って、やっていこう。こいつは、イベントやってるといつでもいるな。どこからやるんだっけ？もうすっかり忘れてるんだけど、とりあえず、自分の、スライムを作んなきゃいけないんだったような気がするんだけども、はい、スライムレース上映コース、この人でよかったのかな。スライムブリーダー、いいなスライムブリーダー。私もスライムを育てて育成していく仕事に就く人生でありたかったよ、許されるなら。まあ、時間もないから、とりあえず、一匹、まず作ろう。やっぱ、王道はスライムだと思うんだけども、他のも選べるのね。あ、選べる。なんか、器用貧乏そう。これは逆にいろんなものが特化しすぎてる。いろんなものじゃないけど特化しすぎてる。これは3倍なのって思うけど3倍でもない。まあ回復よね。しびれクラゲ先生とかもいるかもしれないけど、こいつは殻があるからなんかすごい守りが強いっていうイメージで、まあ間違いないんだろうな。王道行こう、王道。やっぱりここは、ちょっとね、しびれくらげ先生とかの、こうパフパフ風講座みたいなのもありだと思うんだけど、おー。やっぱこう、金運が上がりそうな黄色がいいよね。風水信じてるわけじゃないんだけども、なんか結構こう、私的にはいつもこうお部屋の装飾とかもその昔ピンクとかでね染め上げてピンク色ですなお部屋を作ってみたりとかはしたんですけれども、ある時あまりにも自分が貧乏であることに気がついてから、金運を上げたいと思うようになってから、ひよことかね、ひよこキャラとか、あとインコのキャラとかね、鳥のキャラクターが好きな、鳥キャラがね、黄色が多くなってきたので、それもあって、あとピカチュウとかの影響もあって、周りがだんだん黄色に染め上がっていって、いい感じに金運上がりそうな部屋になったんだけど、変わんないね、金運って。そうそう、多分ね間違えてるんだと思う。私の金運の上げ方の黄色の使い方。まあとりあえずレモンやろう。助
頼むぞ、レモン野郎。まあ、この子を今回は育てていこうかなと思うんだけど、で、その後どうするんだっけ、これ。どうしたらいいんだ。レース、レース。レースしちゃっていいのかな。お、リニューアルしてから初めてだって言われた、ロクちゃん。期間限定。この場所自体がね、もうこの期間が終わると入れなくなっちゃうんだよね、確かね。入れたっけ？入れたら笑えるな。いやでも、入れなかったような気がするんだけどな。まあ、いずれにしても、この空間は、イベントの空間は、やっぱり、とてもイベントらしくて楽しくて、いいでございますよ。一攫千金！大好きそういう言葉。私の大好きな四文字熟語の中でも、ね、ピカイチで、一攫千金。好きな言葉は棚からボタン持ち。濡れてて泡。最高でございます。1ゴールド取れ、あ、なるほどね。こういう風になってるからみんな結構稼ごうっていう、スライムで稼ごうみたいなところがあったわけだな。いや、それもありなんですけど、なんかこうお金も欲しいけども、それ以上にこのなんだろう、スライムを育てられるっていう利点がね、チャンピオンシップか。あまりなんかちょっと無理そうな気がするので、ぼちぼち自分好みのスライムを育てられれば、私、それで満足な気がします。まあね、まだね、今年入って、すぐのイベントでもあり、けましておめでとうが冷めやらぬ感じでのめでたいイベントでもあるので、まあ、ぼちぼちでやっていこうと思うわけなんですけども、ぼちぼちだな、何もかもが。でも、うん、作戦を立てること、あ、そっかそっか、これってプレーレースみたいな感じで対人ではないから、まあ、チュートリアルを兼ねているので、敵の投稿を見ることができるよっていうことなのね。ふむふむ。でも何が何してくるのか覚えてなければどうしようもないよね。これこれこれ。バナナセット、あ、バナナセットわかる。見守り、うん、わかる。それもわかる。でも、元気通る。これはなんか吸い取られる系？無敵アクセルとか私大好き。ツンツン。名前が好き。まあ、なんとなく見ればわかるか。何をしてくるのか。ふも、ふも、ふも、ふも。でも私がまだ今3つしか使えない。あ、これ確か、取るのにもなんかスキルポイントみたいなポイントが確か必要で、全部が全部いいものを取れるわけではないんだよね。確か取れるっていうか使えるわけでもないんだよね。その、場所場所で、あー、この、音楽、ポエン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 。この音楽がすごく気が抜けて、もうちょっとこう感じで、レースって、行くで、走るで、みたいな、こう、前向きさがこう、今一つ、わ、ひでえな、これ。あ、大丈夫。その前に息切れしちゃってんな、この子。頑張れ！うちのレモン野郎、頑張れ！名前間違えた気もするけど、頑張れ、レモン野郎。おい、おい、みんな切れやすいな、お前。しょうがない。私、中の人と一緒で、スタミナあまりない。あ、なんか、とりあえず、3着にはなったような気がする。え、ダメか？あ、ダメだ。
嘘。ごめん。私が悪かった。めっちゃ反抗期。裏側見せてくる。どうしよう。こいつかわいい。スライムの裏側をとりあえず撫で回したい気持ちでいっぱいです。なんなら猫のお腹みたいにこうちょっと顔をうずめてみたいけど、絶対あれだよね、スライムは鼻とか口とか塞がれたら間違いなく結構極楽コースだよね。あかんな。ちょっと待ってね、もうちょっとあの中の人頑張って考えてみるよ。考えるの苦手だけど頑張ってみるよ。よーい、やろ。なんか攻撃してきそうなのがターンが多いところにこの防御を入れときゃいいんだろと思うのだが、どうなんだろう、違うのかな。そういう単純な考えじゃ勝てないのかな。いや、まずあのとりあえず何回か回数こなして経験値をもらって少し育てていくっていうことをしなきゃダメだよね。うちの子レモン野郎名前、メラとかなんかせっかくもったいないから。え、でもね、攻撃とかね、攻撃特化よりも完全防御特化とか、なんか一つのことに特化させた方がなんか絶対いいような気がしなくもないんだけども。あー、すごいわ。ベスが今見えないところに、あー、転ばされとるな。あれが一番になってると攻撃食らうとかっていうのなかったり。あー、バニャンニャン、はい、超えた。よし、立派。オッケー。ひっくり返ってるね。下克上食らってるな、メタルライダー。うちの子もなんかひっくり返ってたけども、まあ見なかったことにしまして。頑張れ頑張れ。あ、少し頑張って。あはは、なんか絶対ダメだこれ。あ、ダメだよこれ。あ、紐つけて引っ張ってあげたい。なんか3位にはなった気がする。さっきよりは上がった気がする。よし、頑張った。うん、3位。なんかベースがひっくり返ってるな。うわー、めっちゃ肩で息してるわー。どこが肩だか知らんけど。まあ、でも頑張った。オッケー。うん、こんな感じ。こうやって少しずつ育てていくしかないんだよね。地道に地道に。シェンディの道も一歩から。シェンディっていくつだか知らんけど。うん、昔の言葉はいい言葉のはずだから大丈夫。どうしよう、どうしよう、食えない。結構迷うんだけども。最終的に全部埋めれるのかな？なんかそれ忘れちゃってるから何とも言えないんだけども。とにかくこの勝利ポイントで、こう少しずつパラメータを上げていくようなイメージでいかないとダメよね。まずは地道にゆっくりと育てていきたいと思います。うちのレモン野郎、金運の上がりそうなっていう理由だけで黄色にされたうちのレモン野郎。なんか去年もなんか同じようなこと言っていたような気がするんですけどね、私ね。まあいいや。でもね、やっぱ王道のね、このスライムが一番好きなんで、どうしてもスライムに行きがちなんだけども、敵役する。これは絶対なんか最終的にみんなが仕掛けてくるところで、完全ガードしつつ、ゴールをしたいと思うわけでございます。頑張れ、レモン野郎。今は、まだ大変な時期だけど、その、ちょっと、肩で思いっくそ息してる。あー、うわ、滑った。お前目の前にあるの分かんねえんだよ。お前自分と同じ色だからって間違えちゃって踏んじゃって。だから物踏んじゃいけませんって。お母さんをいつも怒って、私もよく怒られたよ。なんか、とりあえず物をまたいで生活するんじゃありませんっていう。なんか、
うん、そんな怒られ方もしたような気がする。わー、何にも見えない、先が見えない、誰もいない、私だけの独走コース。もうかわいそう、かわいそう。もうあのタオル投げてあげたい。あー、かわいそう。あー、ごめんね。ポッパパパッパッパー、ごめんなさい、勝たせてあげられなかった。次、頑張ろうね。うん、なんか、これ、地味に悔しいな。ちょっと待ってね。でも、少しずつこいつ強くなってるからね。少しずつじわじわとじわじわと。あ、なんか、崩れてるのがいっぱいでいいな。かわいいな。マット。ドクドク玉。嫌な感じだ。絶対嫌な感じだ。キラキラガードとかいいな。そんなの使えるのかも。ダッシュも欲しいね、ダッシュ。なんかこう邪魔をするとかしなくていいから、この際、あの自分の力で最後まで走りきるスタミナ欲しいよね。で、自分の足で、いや、足ないけど、とにかく自分の己の足で勝負していけたらいいと私は思います。人の足を引っ張って、先に進もうなんざ。お前、私はそんな風に育てた覚えはありませんので、はい。まっすぐな、まっすぐに行こう。お前は、レモン野郎。名前。やっぱりもうダメだ。あら、かわいそう、かわいそう。もう最後でのてのて入ってた。かわいそう。ああ、もう、いつか、いつかお前に栄光のスポットライトを当ててあげられるように、中の人頑張るからね。ごめんね。次こそは逆転してやりましょう。はい、逆転っていうか、もうダメだ。なんかとりあえず、あ、こっちでもう育てていいかな。もう練習そろそろ終えて効果と、なんか似たようなやつがいるぞ、お前。これは同族として負けてらねえぞ。あー、見えねえ。でも大体何を持ってるかはわかるんだね。こういう感じか。ほう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 。あ、ここでこれを使ってくるとかって見えるわけだな。よしよし。多分ね、みんないやらしいから、いやらしいから、失礼。結構いろいろなんかこう仕掛けてくるのは最高だと思うんだけども、どうだろう、そんなことないのかな。わー、ぴょんぴょん飛んでる。ぴょんぴょんしとるんじゃ。あ、やっぱりうちの子スタミナ足りないよ。息切れしとる。なんとかしてあげたいな、この。親心だね。なんかもはやね。よし、オッケ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 。ごきげん。なかなかいいんじゃないでしょうか、これは。あ、本当にもう、本当なんかこっちが息切れしそうだったけど、なんとか、なんかこれ勝てた気がする。もろたで、もろた。やったー、おめでとう、レモンやろー。やったじゃん。嬉しそう、めっちゃ嬉しそう。右左右左で、なんかジャンプしてて可愛いな、やっぱり。あ、なんかカジノコインもらったわ。やった。あ、上がった。まあとにかくね、少しずつでもいいからね、こう
やり方を学び、コツを学び、本当に一歩ずつ頑張っていきたいと。なんかひらめいたらしい。吸収バリア。ほう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 。なるほど。これでだんだんこう出られるレースが上がっていくわけだな。競馬でいうところの G1 とかを狙うわけだな。ちょっと違うな。あ、なんかこれは色とりどりだ。色とりどりだ。かわいいな。やっぱスライム族はかわいいね。すごく言うこと聞きやすいのかな。他のモンスターに比べると。まあ確かにね、ここでね、いきなりなんか、ほんと、それこそ、スクルパイド的な人が出てこられても、一歩で終わるわけで。話が終わってしまうので。ああ、頑張れ！レモンやろう！みんな今横に一線だな。みんなして生き、生き生きしてる。なんか、みんな同じようなレベル？頑張れ！うちの子頑張れ！ちょっと疲れてきたね。そうでしょうよ。頑張りすぎちゃってるけど。あ、見てきてるよ！頑張れ！あと少し！そうそう。よし！よし！いい感じ！うちのレモン野郎！頑張ってる！やってますねー！うちの子頑張るー！かわいい！はい、左右！かわいい！喜び方が、単調で、わかりやすくてかわいい。そしてなんか順調に出られるレースが、レースのレベルも上がってってる。いい感じでございます。うん、嬉しそう。美味しいのかどうかはともかくとして。お、バナナセット。バナナね、結構悔しい思いさせられたからな。どうしようかな、でも、このスキル、使える、消費する、ポイントも、やっぱり、重要なんだよな。だから、コストのいいやつも必要なんだけども、まあ、全部いろいろ使ってみよう。で、それで、使い勝手とかを見ていけばいいと思う。いや、多分ね、あの、コストに対して、これがあった方がいいとかっていうのはあるんだと思うんですけども、なんかそういう攻略的なの全然私見てないので、勘。私の勘。勘でいきます。とりあえず全部防御しとこう。みんなから何かされるのをとにかく全部、耐えよう。頑張ろう。うちのレモン野郎。頑張れ。なんか意外と、やっぱり横一線。レモンもある。レモンだけに、バナナ。バナナだけど、バナナには負けない。頑張れ。なんか来たけど、弾き返した。そして、今ここで、息切れ、整える。その間にみんなも来るけど、負けない。負けずに、行こう。これで、ちょっともう一回ぐらい、なんか、よかった、息切れせずに行けたぞ。うちの子だいぶなんかこう、スタミナつき始めて、あ、なんかかわいそうになってきた。この子たちがかわいそうになってきた。みんな1位にしてあげたい気持ちが。わーい、やった。なんか幼稚園かなんかで、徒競走とかで、順位をつけると、うちの子が、かわいそうじゃないとかっていう、なんだか
クレームがついたとかで、みんなで1位にしてあげようとかね、なんかそういう働きがあったとか、あと、なんか、うちの子だけがお遊戯会で、出番がないのかわいそうじゃないとか言って、結局全員どの子もみんなが主人公の、なんか主人公、桃太郎しか出てこない桃太郎のお話の劇が出来上がったとかっていうのを、旧ツイッターとかで昔見たことがあるけれど、本当なんだろうか、あれは都市伝説じゃないんだろうか。なんか、今自分がこういう育ててみてわかるんだけども、確かにそれはあるよね。なんか、順位をつけてしまうと、下の方になる子がかわいそうやんって思ってしまうところが多少あって、ね、なんか一生懸命、ぺちょぺちょ言いながら、ね、息切れしながら、4位で入ってくるスライムなんか見ると、ちょっとかわいそうでね。あ、なんか、4位かわいそう、4位かわいそうみたいな気持ちになってしまうところがあったりとかしまして、まあそういうのが行き過ぎると、そういったなんかモンスターペアレンツ的な考え方になってしまいそうなところがあるんだろうな。よし、私気をつけよう。私はそう、とりあえずそういうなんか変な考えを、なんか極端な考えに至らないよう気をつけよう。でもこうやってね、やっぱね、ぺちょぺちょ言いながら、ちっちゃいスライムなんかが頑張ってる姿を見ると、どれもこれも、かわいそうで、かわいくて、もうどの子も優勝みたいな気持ちになるのは、わかるわけでございまして、そうするとね、レースの意味がなくなってしまうので、あーなんか、うちの子ゴロゴロして、恥ずかしいところばっかりずっとお見せしてるけど、なんか長かった気がするけど、気のせいかな。頑張れ。あ、絶対もうなんか1位されてる。1位には入られてる。あー、なんか、うーわー、久々になんか違う順位来ちゃった。さすがこれが、レベルの戦い、高い戦い。これが。かわいそうな息してる。うちの子、デモンやろう。頑張ったんだけどな。やっぱ上位になると大変だね。それはわかる。で、餌でまたレベルアップできるのか。かな。スタミナが切れちゃうと、何もできなくなっちゃうからな。急速回復すごいな。回復が早くなるのか。なんか、四文字熟語的な感じで、強そうで、私そういうのに弱いんだよな。字面でなんか取ってしまいそうなんだけど。とりあえず、いろんなものを、取り入れて、行ってみたいと思います。なかなかこれが上位になればなるほど難しくなってくるのは、まあ当たり前だとは思うけれど、うん、思った以上に大変だな。これは想像以上に壁がある。いや、今はまだね、こうやって、相手の手の内みたいなのを、ね、なんか多少見えるようにしてくれてるけど、これ、上の方に行ったら見えなくなるんでしょ、マンタコ。ちょっと大変だな。それこそ、勘の勝負になってくるんだね。わぁ、かわいい。この音楽が本当に気が抜けて、なんか、ね、ちょっと眠くなってくるんだけど。ぴよっぴよんぴよん。頑張れ！うちのレモン野郎。あ、なんとか頑張っていけました。
他の子たちもそれで頑張って入り込んできた。おお、おお、いい感じで伸びてるんじゃないかい。うちの子なかなかいい塩梅な気がします。おお、少しずつ上がってきて、いやー、なんかこのポイントとかね、確かにすごい嬉しいんですけど、でも何があって、このうちの子がね、だんだん強くなって頑張って走れるようになってってるのが、とにかく感動、嬉しい。育成とかね、意外と好きなのでね、モンスター酒場とかも結構、おそらく結構やってる方だと思うんですけれど、やっぱり自分のモンスターってなると愛着ひとしお、すごい自己可愛がりをしてしまうわけで、大はにだいぶ上がったけど、どうしようかなー、どれを取って、マスター、やべえ、強いんじゃなかったこれ、やばいな、いけんのかも。先生仕事頑張ねー、眠いやろー、なんとかかんとか頑張、いや、ちょっと待って、どうしよう、攻撃とか仕掛けてくるところで防御を入れたいところで、あとは、うん、大丈夫そうなら出して走り込んじゃい、もう勢いで、こういうのは勢いでだね、行けるときに行くべき。うん、いい感じに、お、あー、ひっくり返っちゃった、恥ずかしいところが丸見え。あ、でも転がってる時間、ひっくり返ってる時間だいぶ短くなったような気がする。あ、それ、よし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 、今のもう一回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 、頑張れ頑張れ、あー悔しい、今一歩、あ、頑張れ、お前も頑張れ、よいしょ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 、お、わあ、まんずまんずみたいな感じの動きだな、これ。まあ、こんなもんでしょうみたいな感じの。なんかすごい、日本人にありがちな動き。もみ手してるような感じに見える。手ないけど。あ、でも、また、強くなれる。お前はまだまだ強くなれる。お前はまだまだ上を目指し、やったねー。え、うん、どうしよう。加速バリア。すごいやん。加速しながらバリアだよ。もう無敵じゃねえ。いや、でも無敵ってなんかあったような気がするぞ。どっちがいいのかな。似たようなのが多くて、果たして、どっちが効率いいのかとかわからんな。はい、少しずつやってみて考えよう。あの、なんか白とか青とか黄色とかで、しらじらとした感じの、今回は顔ぶれだな。どうしよう。ここでもいろいろ使ってくるし、ここでも使ってこられるな。なんかどこに行っても結局なんかみんななんかしてくるな、これ。最後のここでもう仕掛けるか。あとはうちのレモン野郎の勢いとスタミナに任せる。頑張れ、程よく避けて
うまい具合に程よく生きていて。恥ずかしいよ。そんな裏側見せてたら恥ずかしいよ。そう。すぐ起きて。もうなんか早いね、つらら。崩れてた。マグロが砕けてた。起こったっけ？あ、ひっくらかいちゃった。みんな、裏側見せてくれたらちょ、頑張れ。あ、今だ、ここで。そう、出し抜いちゃい、いけた。なんかスタミナギリッギリって感じだったけど。なんとか、勇気取れた。やったー！左に行く、いい感じで、勇気取れてる。なんか今、しびれクラゲ先生の動きの方に目が行っちゃったけど、すごいもじもじしてた。めっちゃ触手なんか絡ませて、もじもじしてた。なんか何言ってんだかわかんないだろうけど、もじもじしてた。触手が。そして、さらに強くなって、やっぱこういうなんか育成の場合って、こう全体的にバランスよくレベルを上げるっていうよりも、やっぱり自分の特化したところで、こう、あげた方が、おそらく、使いやすくなってくるんじゃないかなって思ったりはしている。ドラクエ2でいうところの、やっぱりサマルトリアの王子よりも、こう、ローレシアの王子の筋力とか、ムーンブルク王女の魔力とか魔法力とか、特化とかね、やっぱそういったの、一部特化の方が、うん、後々聞いてくるのがそういう特化組な気がする。まあ確かにね、バランスよくっていうのもいいんだけどね、回復もできて攻撃も程よくできます。魔法も武器もそれぞれそこそこでございますっていう。それはまあ日本人的なやつだよね。日本ってね、なんかよく言われるのはね、そういう勉強とか学校とかにしても、全部の学科を全部平均点クラスぐらいまで取れるようにしておくのがベストとしてるところがあるけど、海外とかになると、一つの何かをだけすごい特化させるとそれだけでもいいっていう考え方の国も終わりになるようで、まあそこら辺はね、国とのね、そういう文化の違いとかね、教育の違いとか、そういった何かの違いがあるわけだからね、一概にどっちがいい悪いとかって言い切れないけど、私もね、どっちかっていうと、こう、あまりお勉強が得意な、やったタイプではなかったのでね。国語、数学、理科、社会、みたいな感じで、すべてを全部、平均点取れって言われるのが苦手だったんで、好きな国語と、理科とかだけがめちゃくちゃ良くて、みたいな。ちょっと海外的な、バランス特化型、バランスじゃ、崩れてる特化型、どっか特化型の、なんか、そういう学力だったので、ダメなのはケチョンケチョンにダメだけど、いいやつはすごくいい、みたいな感じの、落差の激しい学力的なものだったので、そういう意味ではやっぱり海外の学校とかええなーって思ってた。それでも海外だったら通じるのになーみたいなところはあったけども、まあしょうがない、日本に生まれたからには日本の文化で日本の教育方針にのっとって頑張っていかなきゃいけないわけでございます。仕方なしでございます。
でもまあこういうね、自分で育てるレモン野郎とかは特化型にして何箇所かだけ物販で行くのもありなんじゃないかなと思います。自分がそうだからね、ゲームでもそうっていうのもあれなのでね。やっぱ勝てるように策略をそれぞれ皆さんに練ってくるんだと思うし、色とりどり、黄色、赤、青、緑だってそしてみんな同じところでひっくら返る。かわいい。ちょっとめっちゃひっくら返ってる、ひっくら返ってる。今のうちだ、うちの子を今のうち出し抜いてしまい、あ、なんか早い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 、追いつかれなかった。よかった、頑張った。なんかこれ見てるだけで意外と疲れるハラハラして疲れてしまう。やったやったーい。左右左右。いやー、なかなかこれね、なんか自分が息切れしてしまうんですけど、私見てる私がハラハラとしすぎて、お、まだ強くなれるんだ、すごいなぁ。逆に、どれかを捨てないと特化することはできないんですね。そういう風なくらいの絶妙のポイントなんだろうね。全部がね、ちゃんとマックスまで育てられるぐらいのポイントがくれるっていうわけではないようなんでね。おー、さて、いよいよの戦いがやってきた。メタルおる、メタルがおる。メタルとかも出てくるようになるのか。おー、メタルだとやっぱりすごくゴージャス感があるな。さあどうなるのかちょっと見てみる。これでだいぶだいぶあの頃のレモン野郎とは違う。うわー、なんかすげー気がするんだけど、どうだろう。うちのね、レモン野郎頑張れよ。なんか結構お尻の方って走ってる感じがする。ダメかやっぱりうわー、あ、かわいそう。頑張って頑張って。シェラフィーだ。あ、ひっくり返っちゃった。やっぱり結構大変だわー。何かこう壁がある、やっぱり。そっかー、うまくいかんもんだなーこうチュートリアルとかでね、うまくいってるから、じゃあ体現でももういけるだろうって思ったら意外とそうでもない。まあそれはよくある話で、でもなぁ、今使えるのは、しているのがね、必ず全部使えるわけじゃないっていうのがな、よくできたゲームだな、これな。期間限定でやるにはもったいないような気がするんですよね、このスライムレースっていつも思うんですけども。まあ、スライムっていうのはね、すごい可愛らしいし、みんなにも人気あるし、自分も大好きだからっていうのも、まあそういうのはさておいても、やっぱり、この、スライムレースって、よくできてる、いいバランスの、ゲームだなぁとは思う。ひげーひっくら返されだ。頑張って、早く上がって、起き上がって、早く回復して、
よし、頑張れ。あ、なんか、向こうの方が早い。あれ、ダッシュすごかったな、今。あー悔しい。悔しい。あ、頑張れ。お前も頑張れ。ほら、入ってけ。よーしよしよし。よーしよしよし。あー、2着かー。やっぱり、なかなかね、苦しいね。でもまだまだいろいろやりたいし、いろんなレースにも出たいし、まあ育てきれたらここまでだから。うわ、なんかニータ君がまた出てきた。まあできる限りやってみましょうって感じだな。少しずつでもできることを一歩ずつやっていくわけだ。かわいい。この音楽がね、とにかくね、あの、めちゃくちゃやる気が、こう、微妙に抜けていく感じの音楽で、最初はどうかなって思ったけど、こうやり続けてると程よく疲れなくていいな。このバニャニャは大丈夫。よし。でもなんか今回はダメだな。狂わなかった。うわ、早いな。まあ他の子が早かった。スピードとかなのかな、やっぱりみんな。あー、肩で息しとるわ。全身で息してる。なんなら頭の先っちょもプルンプルンしながら息してる。かわいそう、かわいそう。なんか意外と辛いね。もう一回ぐらいこう1位のスポットライトを浴びさせてあげたいところでございますが。おお、今度はスライムがちょうど3色を全部揃った。ここにメタルスライムでも入ってくれたら一番最高だったけど、でもなんかスピードでもう負けてる気がしてしまうので、あかんか、やっぱり。いやー、でもね、かわいい、やっぱりこのスライムレースは。お正月明けにのんびりと眺めるのが最高。本当に最高。まあお正月にもね、こうみんなでオンラインで遊んで一緒に遊べるっていう意味でも、こういったなんかのんびりみたいな、気が抜けるようなミニゲームっていうのは程よく楽しめていいのかも。わ、やっぱりすごい。なかなか勝てない。いきなり勝てないやん。悔しいな。むむむむむむむ。まあでも少しずつだけどポイントをもらえてるので、それだけでも良しとしましょう。うわ、スライムとかみんなダメだったね、今ね。1位を目指したいなぁ。もう1回ぐらい。なかなかこれがうまくいかないもんで。タイミング的には間違えてないと思うんだけどな。やっぱり基礎体力的なものなのかな。みんなスピードとかに上げてるのかもしれないな。スピードとかの防御とかなのかな。うお、
意外と攻撃をすごいしてくるんですよね。こうやって見てみると、なんかうちの子はどっちかというと防御しまくりで、あ、1位になれた、久しぶりに1位になった気がする、頑張った、よかった、いけたー、頑張ったー。あ、すごーい、ポイントだいぶ段違いでもらえるんだな、すげー、頑張ったよー、レモン野郎、おめでとうございました、おめでとうございました。おお、私いたしますよって、チャンピオンシップに出場できます、とうとうチャンピオンシップ10万ポイント支払うことで、支払うかー、これは結構すごいね、でもまあ、うん、いや、あのこれ勝てたらでしょ、とてもとても勝てる気が全然しないんだけども、ぶっちゃけて言うと、うちのレモン野郎はとても放任主義の感じで育てたので、ちょっと難しいかもしれないけど、頑張ります。頑張らせていただきます。いよいよチャンピオンシップ来た。頑張る、頑張るよ、うちのレモン野郎も頑張るよ、頑張らさせていただきます、どこまでできるかわからないけど、もうとりあえず今まで通りの走りで行くしかないぞ、頑張れ、お前ならできる、自分を信じていけレモン野郎、お前の走りを見せてみろ、頑張れ。ちょっと噛んじゃったけど、みんなもっとすごい考えてんだなー、きっと、いやー、うん、頑張る、あー、すげえ、スタートダッシュすごかった今の、うちの子が本当になんかとってもマイペースなんで、とりあえず走り切れればいいやーみたいな感じで頑張ってる、頑張れうちの、もういいよ、頑張れ、いいよ、自分のペースで頑張れうちのレモン野郎、よくやった、頑張った、よし走ったね、よしよし頑張った、大丈夫、裏側見えてても平気、なでなでしちゃう、よし、やっぱなんかチャンピオンシップの壁はすごいですな、ちょっとやそっとで勝てる気がまるでしないです、まだ出れるか、もう一回ちょっと行ってみよっか、頑張ってみるか、レモン野郎、相性とかもあるんだろうな、その育て方のそれぞれの特化のパラメーターがどれだけ自分のとうまく噛み合うかとかっていうのもあるような気がする、その辺は運だよね、多分きっと、でもそればっかりはね、このマッチングによるわけだから、その辺は仕方ないにしても、まあ、精一杯育てたから、かわいいうちのレモン野郎が、頑張る走りだけを私は見届けてやりたいと思っている次第です。みんながこう、すごい少しずつ、行っているところを、うちの子は
のんびりと、ケースに入って、うわ、低い入ってるな、相変わらず。よし、頑張れ。気づけずに、走っていけ。お前のペースで、頑張って走るがよい。よし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 。あー、でも、なんか、本当にマイペースで、入ってったな。ゴールに。2着だけど、立派だよ。えらいえらい。よし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 。よーしよしよしよし。よーしよし。かわいいかわいい。キノコ頑張った。2位です。いいんじゃないかな。多分ね、1位はね、絶対難しいと思うんだ。よほど噛み合って、うまくはまったら、勝てるぐらいな感じな気がする。でも、少しでも、ちょっと勝たせてあげたいな。完全にダメかっていうとそんなこともないと思うんで、これがうまくいくのかうまくいかないのか。みんな結構な攻撃も程よくしてくるし、うまい具合にバフかけてくるわけで、それをどこまでかわしきれるかな。うわぁ、ほんとにうちの子のんびりしてるわ。すごーく。みんな戦いに来てるんだけど、多分うちの子これピクニックに来てる感じで、ぺちょぺちょ跳ねてるわ。みんな勝ちに来てるんだけど、うちの子、ご覧ください、この。絶対、あ、蝶々みたいな感じで走ってる、絶対これ。でも、頑張った。頑張った偉い。よしよしよし。よーしよしよし。お腹よーしよしよしよし。わし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 。やっぱ、対人の壁は熱いな。仕方なし。そんなかな。はい。お、スライムブリーザーをもらえた。とりあえずポイントは溜まったから、これで、もらえるのかなぁ。あ、アコーディオはもらえそうです。よかった。こんなもんでしょうか。そして、あと印象も取っておいて。いや、楽しかった。スライムリースやっぱ好きだなぁ。期間限定じゃなくてね。いつでもこのカジノで遊べたらいいんだけどなぁ。はい。ということで、今回のウサピオの巣はこんな感じでございます。新年早々のスライムレースイベント第7回か。はい。アップでございました。まあなんかね、のんびりと私らしい感じのスライムが育てられたんじゃないかなーって思っております。まあまたゆっくりと、他のイベントとか、あとみんなで遊べるような企画もまた立てていきたいなとは思っております。ぜひぜひお時間が合いましたら一緒に遊んでやってください。よろしくお願いいたします。それでは、あ、どれだ？アコーディオ。アコーディオ、仕草？どこだ、どこだ。せっかくもらったのが見当たらねえな。あったあった、これか。演奏アコーディオ。で、これだね。はいはいはい。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにいたします。ご視聴、お付き合いありがとうございました。それでは、またお会いしましょう。おやすみなさい。
またねー。